金丸鉄金丸鉄から1910年は日本の法学者。フランス法の流れを組む法律家で法政大学創立者の一人、文語国キツキ藩出身。法政大学の前身である東京法学者を設立した。金丸の他に同じ文語国出身の伊藤治やさったマサにも設立に尽力した。19歳の時に上京。 東京法学者設立以前には、独力で出版社、自習者を設立し、1877年8月11日、自習者の社長兼編集長として、日本最初の法律専門雑誌、法律雑誌を創刊した。この頃、郷里の先輩で、浅草に法律学者を開いていた元田忠氏と信仰を結び、去った政国にとも知り合った。元田の助力を得て、 元田の元にいた大元人である伊藤治村と共に東京法学者を設立することになる。その後、大阪府で弁護士を開業1886年に大阪府会議員に当選し、府会に美濃公園新設の儀を提出し、美濃公園開設に尽力する。また、平民主義を持論とし、家族廃止論を衝動していた。 読売新聞1877年7月23日1面読売新聞1877年8月14日2面法律雑誌第1号1877年8月11日奥付近畿弁護士表伝ありがとうございます